では、ね、2人ですけど今日はね、はい、ねプチネギママということでやらせてもらいます。どうかよろしくお願いします。悲しい思い
はい、ありがとうございます。その昔ね、アコギ一本で作って、普段バンドでやってるから下手したら一生やることねえんじゃねえかと思ってた曲なんですけど、今日いないけどね、ドラムのひろこさんって方がね、いいんじゃないって言ってくれたんで、まあ、2人でもね、やっとこうということでね、今日ある意味初披露でしたよね。そうですね、そうですね、もう練習開始して3、4年の月日を経てやっと初披露なんですけど。注がれ注がれぬの寂しげ